ダブルになってるとか、こういけないとかっていうような、こういう感じですね。すごい痛いです。ここに金属のちょっと砕いたものが入ってて、いい勢いでいけるよっていう、こうやってます。600ルーメン以上のものであれば、目くらましとして護身用品として成り立つよっていう、突っ込んでて押し倒して制圧しちゃうっていうような、桑原樹里と申します。ボディーガード秋葉店の店員でやらせていただいていて、扱いとしては一応、店長候補ということで、皆さんに、お世話になっております。よろしくお願いします。うちの社長が大分でまず、ネット通販から始めてるんですけど、まずテーマというのが、皆さんがあまり目に触れたことのない、ワクワクするような楽しくなるようなものと合わせて護身、日本ではなかなか少ないので、海外輸入のものを、主体として、皆さんにご提供したい、サービスしたいという意味でお店を最初にオープンさせてるんですね。でそこから護身用品っていうものが、独り立ちではないですけれども、皆さんに知られるようになってきて、秋葉原にまず1店舗目を出させていただいて、そこからの今に至りますね。ハンドスタンガン、バトン型のスタンガン、その奥が、ちょっと海外製品のものっていう感じで並んでますね。基本的に皆さんここの中のものを、選んでいただいてご購入いただくことが多いですね。まず、使用する前にパチパチっていう、その前の時点で威嚇、アプローチできるようなものを選んでいただくことが多いですね。ハンドタイプで一番威力的だよって歌ってるのがこちらですね。ただ音的に威嚇であれば、もしかしたらこっちの方が大きいんじゃないかと。こちらですね、この形っていう、ただ扱いやすいんですよね、意外と。体がふっと動くので、ちょっと見せますね。こういう感じですね。すごい痛いです。これすごい痛いです。はい、一緒試します。なんてこともないんでっていうと、ちょっと気狂ってるかと思われるんで、そういうわけじゃなく、一応商品を、ご案内するに差し当たって、これはそんなんだからとか、これはかなり、衝撃を与えられますよとか、そういうご案内もやっぱりこう自分で分かってた方がしやすかったり、それがちゃんとお客様にも、伝わりやすかったりするので、ある程度新しいものが入ってきたりとかは自分でやってみますね。普通に全然買っていただけますよ。皆さん身分証をご提示していただける、もしくは、会員登録してもらえて、その会員登録の内容と、身分証がちゃんと合致している方であれば全然ここに、あとは18歳以上ということですね。スパークのテンポがさっきより遅いと思うんですけど、遅い方の、タイプっていうのは電池タイプなんですけど、筋繊維の中にドーンと入ってくるような、ちょっと衝撃が内側にバンってこう入ってくるような痛みは、電池タイプですね。でさっき見せた充電タイプだと、スパークのタイミングが細かいんですけど、あれは表面的に火傷をするみたいな痛みを、ちょっと感じるかなっていうようなものになりますね。これは携帯型、いろんな形のスタンガンがあって、スタンガンしているものっていうのはもちろん一番出るんですけれども、こういう、携帯型、スマートフォン型ですね、あとはペン型とか、何かに模したとか何かに見えるっていうような形状でスタンガンだよっていうものも、何点か揃えてはいますね。こういうものですね、遊び心もありますし、こういう方が、持っててお友達との会話の何かにもなるかもしれないですし、実際に何かあった時に使えますので、そういう意味では複合的に皆さんに、選んでいただけるようなものにはなっていますね。はい、こちらがバトン型のスタンガンで、見た目での威嚇が、一番絶大なんじゃないかなと思うんですけれども、ちょっとお値段も張りますので、威力的にうんぬんっていうことは、弱いわけではないんですけれども、これが出てきたらバチバチされる前にちょっとあれ何スタンガンかなっていうビビっていただくっていうことですね。そのためにちょっと大きいっていう、それも大事だったりするんですね。見た目の威嚇っていうのも大事なので、こういうものをお求めになる方、特にそうですね、ご老齢なご夫婦だったりとかが、お買い求めいただくようなことが
ハンドタイプよりは多いですね。やっぱり間合いを取って相手に、万が一の時は間合いを取りながら使えるっていうのはすごく大事なことになってくるようなので、そういう目線で選んでいただけますね。一番バトンタイプで高級になるのは7万1800円ですね。これも充電タイプで、ちょっと見せますね。これ痛いです、すごい痛いです。あ、試しました、モゾトです。あの居合道でまでは使う、まあ居合道で使うよって方も時にはいらっしゃるんですけど、基本的にはインテリアで、ご購入いただくようなことが多いですね。ちょっと変わり種の形でこういうメリケンサックタイプのスタンガンとか、まあ、完全に懐中電灯に見えるようなスタンガンとかっていうようなもの、海外製品でパッケージに入っている、まあ、ブランド系のものがこっちの、まあ、ガラスケースには入ってますね。これはとフラッシュライトで、護身用のライトですね。あの目くらましになるような明るさのあるライトということで、基本的に、どのぐらい明るければいいのかっていうところで、600ルーメンっていう、ルーメンっていう単位があるんですね。光速、光の束って書いて光速なんですけれども、600ルーメン以上のものであれば、目くらましとしてご信用品として成り立つよっていう、まあ、大前提のもとに、これが1600ルーメンですね。このこれが一番ローですね。で下でちょっと手反射させますね。これがマックスで、万が一ご信用品で使いたいって時はこうしろって言いますね。でこれが、9800ルーメン、さっきは1600ルーメンだったんですけど、9800になるとどんなんかってもうちょっと危ないかもしれないですね。これが9800ですね。かなり強い、チカチカどころの騒ぎじゃないっていう、これを、まあ、一瞬パチッと暗がりだったり一瞬でパチッと見せて、その隙に逃げてくださいっていう、そういう意味では催涙スプレーとライトっていうのが距離を保ちながら、相手にアプローチして何かって時には使えるってものとしてはすごくおすすめはできますね。もうこれはあの一応全部トータルでセーフティーボックスっていう名前で、扱ってるんですが、これにセーフティーに扱わなきゃいけないものを入れていただいてセーフティーに置いておくというセーフティーですね。上側で下側です。下抜ける系でセーフティーに、もう誰にもバレたくないセーフティーをここに収めていただきたいということですね、はい。こちらは一応あの法人向けのサービスもしてたりしますので、病院だったり、まあ、あとは公共機関だったり、まあ、例えば私鉄とかそういうところでパックになって、提供いたしますねっていう、私鉄の職員さんなんかは盾で訓練をしている動画なんかもあるようなので、もうここはもう皆さんに一番に見てもらいたいがゆえに入り口にあるんですけれども、催涙スプレー、日本で飛び道具ってあんまりダメなんですけれど唯一飛ばせるんで、一応あのうちが一押しで、もうすごい悪いみたいな色で持ってんのよ系で、威嚇に使いたいんですって、本当に出さないんですって方もいらっしゃるので、そういう意味ではあの見た目も重要かなとは思いますね。実はあのこの黄色いパネルのものの方がこちらにあるシリーズよりも 3% ほど、まあ、海外製アメリカ製なので濃度が濃いんですね。かなり強烈です。ここら辺は防犯ブザーなんか仕返ししちゃうとご自身のリスクもあるみたいなこともあったりするので、なるべくこう自分もその場から退散するときにすごく重要になってくるようなものなので、私どもでも男性がお持ちになって鳴らしてその鳴ってる方を投げて逃げちゃってくださいとかっていう話を皆さんにするんですが、ちなみにこのホイッスルになってる上の部分ですね、ちっちゃいスペースがあって、ちっちゃいスペース皆さん好きですよね。ちっちゃいスペースにこう名前とか住所とかアドレスとか書いてこう何かあった時用にっていうスペースなんですよね。ここら辺はあの秋葉原ならではの光り方をする、何かこう踊ってらっしゃる方もいらっしゃいますよね。その人向けにと思って置いているんですが、まだちょっと動いてないですね。そういう人来ないんです。ここら辺はあのなんていうんですかね、盗聴器とか盗撮器を発見するっていう、もう簡易的なものになるんですね。そのちゃんとしたものではないんですね。お値段的にも分かるように
あのビジネスホテルとかちょっと遊びに入ったホテルとかで怖いみたいな時にこうちょっと探しとこうかっていうような簡易的な時に使うようなものになりますね。あの電波発しているものを拾ってくれるものになりますね。こちらはもうあの特殊インテリアとしてあのうちは扱ってるんですけれども、実際にうんぬんではなく、昔こういうのあったよねで楽しんでそれを見ながら酒飲んでもらって、なんなら握りながらちょっとこうやりながら酒飲んでもらってぐらいのものになるんですけれども、ここら辺だと女の子が例えば痴漢撃退みたいな感じで、まあ、書いてるんですが、あのお持ちになってもしくは娘さんにご購入なんてこともありますね。同じような感じでこっちもメリケン作だったり仕様としては同じような感じなんですね。ここら辺ね、これは4連になってて扇状に開いてナックルになるんですね。ここら辺は、一応護身用品としてスラッパーっていう名前のものになるんですが、ここに金属のちょっと砕いたものが入ってて革4枚針がなんかなって、いい勢いでいけるよっていう、護身用品ですね。同じようにこちらもレザービリーっていう護身用品ですね。中身がここに一応皆さんに分かるように入ってるんですけど、金属のヘッドにかなりなもう刺すかなっていうスプリングなんですね。それが中に入っているよっていうことで非常にあの相手を威嚇するにはいいんじゃないかなとは思ってるんですけれども、牛島くんとかで扱う系の、ものになりますね。護身用品です。客層としてはあのなんていうんですかね、そんなものはいらないよって強気だった人たちも買いに来るような感じにはなってますね。ご自身たちが何かしに行くんだろうなではなく、多分ご自身のご自宅、事業所何か事務所を守られるんだろうなっていう政治関係の方ももちろんいらっしゃいますし、同じようにラッパーみたいな方もいらっしゃいますし、あとは最近 YouTube かなり回ってらっしゃるこの人っていう方もいらっしゃいますし、ここら辺最近若い子に流行ってるようなんですよね。あの昔バタフライナイフってでかっこよくできるとかっこいいみたいにありましたけど、のトレーニング用なんですね。なのでトレーニング以外で使わないでくださいねって皆さんに一応注意喚起はするんですけれども、結構若い世代、中学生、高校生みたいな大人の方よりもそういう方がご購入いただきますね。危ないね、これかなり。これ紙やったら明日ここないですよ多分。そのぐらいやばいですね。これはあの一応ご信用品です。これ武術でこう握ってこういうお作法があるようで、こういうものを使った、護身術みたいなものがしっかり確立されてるんですね。そういうのをご存知な方は非常に喜んでご購入いただけますね。ここら辺は、クボタンっていう商品ですね。ここら辺はもう一応護身用品なんですけれども、小さい警棒だっていうイメージですね。あのこれを見て威嚇ってわけではないんですが、相手にちょっとだけ、つっと、まあ、当てて逃げる隙を作るような、自分の危険をこうグッて抑えられちゃった時とかにこう一瞬の隙を突くような時に使ってくださいっていうようなものになるんですが、ここら辺はまあ同じように鉄球が中に入っててパラコードなんですけれども、それでこうぐるっと、ただ扱い自分が持ってるっていうことになるのでバーンってならないようにしないといけないんですけれども、ここのペンは先ほど説明したクボタンとほぼほぼ同じような形状で用途があるっていうことですね。あのぶら下げてるだけで用途がないわけではなく、ペンとして使えるとか、もしくは何かマルチツールとして中身に何か入ってるとかっていうようなペンで、ここがまあクラッシャーになってて、こう出すとペンが出てくるとか、こういうふうになってたりとかっていうことですね。もうほぼほぼインテリアで皆さんお好きな方がご趣味で買われるようなものになりますが、下が実手とか下はサイだったりとか、忍者ツールみたいな名前で外国の方が、よくご購入いただくようなイメージですね。本物ってわけでもないんで、これ以前はここ本物みたいなのも売ってたんですが、もうそれはやめて、危ないのでやめたので、スローイングって言って海外アメリカの方でもちょっと名前違いますけどありますけど、これはちょっと中国系のものになりますが、一応こう投げて刺すっていうものになりますね。これですね。ここがちょっとスプリングになってて
ていう感じですね。あの忍者が登るときに使うようですね。そっちも忍者が登るときに使うようですね。この手甲とか足甲とかここら辺ですね。足につけるものと手につけるものですね。ここはヌンチャク、まあ武道具とあるんですが、ヌンチャクだったり三節棍だったりトンファですね。あとはもうちょっとストレートバーみたいなものも置いてあったりするんですけれども、ヌンチャクはこちら側から順番に優しい練習用から徐々に、スポンジを経て、重量があって木製でってどんどん本気になっていくような流れで一応配置してますね。50代60代の方で本気のメタル系とかご購入いただく方もかなりいらっしゃいますね。一律趣味でやられている方が多いので、あの意外とこれは出るんですね。あとトンファーも意外とこれあのお稽古なさってる方がいらっしゃるようで、トンファーも出ますね。本気だなって分かるときは2本一緒に買っていく方ですね。こうやって回します。一応ここは小型カメラで浮気 DV の証拠撮りだったりとか、あとはそのハラスメント対策ですね。それとかあと、まあ、書いてあるんですけど、あの店舗内での盗難窃盗みたいなことも、一応視野には入ってまして、いろんな形に模した小型の、カメラですね。 USB でカードで動きますね。で、例えばこういう刺しておいたらずっと回ってるっていうものもございますし、もう火災報知器タイプっていうのももちろんございますし、何にでもなるっていうのもありますね。ここにカードが入ってるんですね。でレンズですね、こういうものもございますね。一律、ご自身の身を守るためにご使用になっていただくっていう大前提のもとで、私ども提供しておりますね。はい、ここはスリングショットです。パチンコって言えば多分古い方は分かるんだと思うんですけれども、あの小さい簡易的なものから、しっかりとした大きいものまで、ここら辺鳥獣被害だったりとかっていう、あとはスポーツですね。特殊スポーツでうちはあの一応ホームターゲットも出してますので、そういうものをまあ貼ってご本人がこう引いて遊ぶっていう、これがついてるかついてないかでこのゴムが活かせるか活かせないかが変わってきますので、あのいい運動にもなるようですね。球は一応あのこういうスチールタイプの球とガラスの球ですね。あとは鉛もあったりします。あとは糖度弾ですね。糖度弾っていうのは素焼きになっていて、スチールとかだとどうしてもパンって飛ばした後拾いに行かないといけないので、これだとそのまんまほっといてもいいですよっていう、非常に鳥獣被害の方だったりとか屋外で、使われる方はこちらご購入いただくこと多いですね。こちらが手錠ハンドカフ系ですね。いろんな形があるんですが、基本的にまあ皆さん手錠なんて見たことないですよね。皆さん手錠見たことないと思うんですね。私もここに来て初めて見たぐらいですけれども、こういう形で実際に使われる方、警察関係の方だったりとか、裁判所関係の方だったりとかっていう方が、真面目にご購入いただける商品になっているので、まあ、お家にこういうふうにインテリアとしてちょっと面白いかなでご購入される方から、もう真剣に業務上でご購入になっていただくような方もいらっしゃいますね。なんならちょっと変わったところだとレッグカフですね、足ですね、こういうものもあったりとか、あとサムカフなんていうのもありますね。こういう親指ですね、親指甲ですね、かなりロックできます。シングルロックとダブルロックと一応ありまして、こういう形、これこう1回かけて、これが1個目のロックですね。でこれを上げると2つ目のロックが効いて、これ以上いかないんですね。これがシングルロックになるんですが、シングルロックに関してはこうかけられた人が手でこう自分でこうロックかいじれちゃうっていうのは非常に不愉快だって方もいらっしゃるので、まあ、基本的にはダブルロックをご購入いただく、不愉快ってわけでもないんですけど、こういうどういう形状なのかっていうと、これは、こう1個目のロックをかけて、このピンのテールの部分でスライドをさせて2個目のロックがかかるっていうような
この2個目のロックの形状がボタンになっているものだったりとか、ピンで、穴を押し込むタイプのものだったりっていうので、何種類か置いてある感じですね。そのロックの形状が少しずつ違ったりとか、あとはサイズと、素材ですね、ちょっと強めになってる、もしくはちょっと大きめのサイズになってるっていうので、ちょっといろんな種類が並んでるように見えます。もうあとはこういう少し形状がダブルになってるとか、こういけないとかっていうようなものもあったりしますね。箱かわいいですか？こういう感じですね。私ここ入ろうと思ったのが4年5年前ぐらいなんですけれども、防災屋と思ってました防災と、防犯とっていうのが、大きく出てたので、なんなら消防屋かなぐらいの気持ちだったんですが、接近戦タイプのお店だったんで、まあ、でも知らない世界っていうのは非常に興味が出るもので、徐々に興味は高まりましたね。はい、全然もう見たこともなかったんで、警棒なんて見たこともなかったんで、そういう意味では徐々に興味が高まりましたね。はい、で警棒が一応この一番大きい、色調使って展示してありますね。うちのメイン商材は警棒になりますね。で順番に手前側から、海外ブランドで ASP、モナドノック、ここら辺は FBI、 アメリカ警察、連邦ではない方も使っているようですね、モナドノックで、 ESP、 ヨーロッパですね。でネックストーチは中国系で、あとはちょっと、海外もの、少しお安いものがあって、スミス&エソンはよくご存知のスミス&エソンですね、重機メーカーですよね。でユイルっていう韓国系の、ブランドの奥がホワイトウルフってうちの商材になりますね。うちの、自社ブランドになりますね。でこちら側からもう、 もう高級なので、かなりお値段が1本5万円に上るようなものもあったりするんですが、質は格段に違うと思っていただいて、間違いないはずです。やっぱりお値段と警棒の質っていうのは完全比例してくる。プラスそのブランド量みたいなものも載ってはいますが、それだけでもなく、やっぱり質はかなり高いですね。で振り出して伸ばすタイプっていうのが主流になっていますので、それが一応主体ですね。海外ものでは意外ともう振り出しじゃなくて、例えばこういうオートロックタイプっていうんですかね、ボタンがここについてて、ボタンを押して戻せるっていうような扱いができるものですね。手で伸ばして使うことができるっていうのが海外ものだとほぼほぼ主体で出ていますね。ホワイトウルフだと今まだやっぱりフリクションタイプっていう振って出すものっていうのがメインになっております。間合いを取るように使って、本当にそれで打撃打突をする前の威嚇で使っていただきたいなっていうイメージでご案内してるんですけれども、短いものはクロート向けって言い方するんですが、体ごといける方、もう打撃打突にとどまらず、制御制圧っていう棒として使うんじゃなく、こういう使い方っていうような、使い方ができる方っていう方に、ご案内することが多いですね。こちらは一応さすまたの、展示で、あんまりちょっと危ないので動かないようにしているんですけれども、例えば信用金庫のお客様だったりとか、ちょっと大きい商業施設のお客様だったりっていうのが複数本でご購入いただくような、見に来ていただいてネットでご購入っていう流れがほぼほぼ多いと思いますね。触ってみないことには皆さんなかなか触る機会がないようなので、どんなふうにどんなぐらい重いのっていうのを確認していただけるように展示しているようなものですね。ここら辺になると1本だけあれば安心でもないので、この相手側がこっちになるのでテコで負けてしまうので、さすまたをご購入になる、一応イメージの方は2本3本から備えてあげた方がより、使い勝手はいいと思います。ちょっと変形タイプで
足首にこうかけるっていう、足首にこう目指すものっていうのもありますね。ここら辺は足ぐってて引っ張ってみたいな、少し乱暴になりますが、なかなかこれ命中させるのも難しいとは思うんで、あんまりお客様が使い切れないんじゃないかっていうイメージの方多いようなので、こっちを選ばれる方がやっぱり多いですね。ここら辺ですね、縦ですね。縦は意外とこれ1枚でかなり攻撃も防御もできるようなので、これをまあ裏側から見てもらうとこういう風になってるんですけど、腕を入れてこうですね、ここでこうやって止めるんですけれども、こうやって相手に対しても突っ込んでて押し倒して制圧しちゃうっていうような、すごく自分を守りながら相手にこうアプローチできるものなので、一般の方がご自宅に普通に備えてらっしゃる方も多くいます。防弾のものもありますね。こちらも防弾ですけれども、まあ、日本で防弾はどうなのって思われる方も多いと思うんですが、日本にいながら日本のルールじゃない、認識でいらっしゃる方が少なからずいらっしゃるので、そういう意味ではここら辺が決して無駄ではないはずですね。こういう商材が皆さんに認知周知されて、うちのお店のような業態のものが、少なからずこう反映していくっていうのは、まあ、情勢が非常にそこに反比例していくような話にもなるので、なかなかこうもう大繁盛したいですっては言いづらいところではあるんですが、ただ少なくともこうご自身の安全だったり、ご家族、まあ、ご友人だったりパートナーですねの安全を確保されたいとか、そういう思いは皆さん一人一人それぞれあると思いますので、そういうことに困ってらっしゃる方だったりとか、不安をお持ちの方だったりに少なくとも少しだけでも、まあ、安心を安全を与えられたらいいなっていうのと、やっぱり入ってきてちょっと圧倒的に不安になるような様子も呈しているとは思うので、少し柔らかい雰囲気で、女性の方もお一人でお越しいただけるような、まあ、語り口ですね、まあ、接客だったりご案内っていうのを目指しながら、一定層のお客様に、知られるお店っていうわけではなく、もうある意味皆さんが、皆さん自身の安全のためにうちのお店の存在をご認識いただいて、いつでも、ご利用いただけるような、意外と間口が狭いように見えて広く、なっていけたらいいなとは思ってますね。